そうそこそこラジオ前澤さんのお金送り抽選参加しましたどうも関西で喋り手などをしておりますそうこうと言いますそこそこラジオというわけで今回は宇宙から全員お金送りのそこがです結果は500円でしたまあ分かってたっていう方もいらっしゃるかと思いますが お金に目がくらんでというような話を以前そこそこラジオでいたしまして前澤友作さんという方についてねすごいなぁなんていうお話をしましたけどもそらこの宇宙から全員お金送りします言うてフォローしたぐらいで100万円当たったらでもそんな人おるんですよね実際に。 ツイッター見てると100万円当たってる人これはすごいビッグサプライズやなと思うんですけどもロケットが飛んでいってねえようできてましたねあの楽しめるようになってましたけどまあ抽選ボタンを押して500円が一番下の金額ということで1000円 5000円、1万円、10万円、100万円とぐる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 回る中ロケットが飛んでどこに着地するのかみたいな感じでしたかねあ一番下カート1万円とかでもいや5000円とかでもともっかいできへんかなってやっぱ戻ってみたりしましたけどそれはできませんねラインと 連携して僕は抽選したんですけどもこのお金送りについてワイドナショーで松本さんが重複して送ってしまうこともあるんじゃないかななんていう心配をされてたみたいですけども何個もアカウント作ってね一人が。これは LINE ではなかなかそういうことはできないじゃないですかね僕詳しくないのでわかんないんですけどどうやろう何個も一人でアカウント作って同じ人が何回も挑戦してたりするんですかねそういうことがないように多分考えられてますよねあと反射チェックもできないでしょうというふうに松本さん心配されててそれは確かに できないのかもしんないですね。LINE とかでね。100万円反射の人間に渡ってる可能性もあるんでしょうか。アプリで基本的な情報登録を済ませると当選した金額が電子マネーで受け取ることができると。で、この500円をですね、どうしようっていう方多くないですか僕も もらうために情報登録とかすべきかどうかっていうねまたもらったお金をそのまま寄付もできるっていうことをおっしゃってましたけども5,000円ぐらいからなら登録して電子マネーで受け取ったりとかそんな方が多いのかななんていう気も個人的にしますが。 まあ、しかしかですね、すごい企画を宇宙で行う夢があるデモプロジェクトだったなと思いましたがこの抽選すると前澤さんの LINE を登録することになって前澤さんからね「初めまして友達追加ありがとうございます」なんて送られてくるわけですよね。 で返返すすと自動返信が来ますよねこちらこそありがとうございます」た僕も返してみたんですけどもすぐさまね全員お金送り申し込んだと申し込みました宇宙ナウみたいな風なねやり取りがもちろんコンピューター、えー、AI とね AI なんでしょうか自動でやり取りするシステムになっておりましたけども。 いほ本当に明日はこの話題で割と持ちきりなんじゃないですか仲間内とかで「なんぼ当たった」みたいな100万当たった人間は、えー、正直に「100万当たった」って言いますかね言わない「いやあかんかったわ500円やったわ」あえて100万円当たってる 人間はい僕はあの抽選する時満月が綺麗に輝いていたのでおなんか宇宙見て見ながら抽選ボタンを押したり「ケンちゃん!」とか思って宇宙見ながら「前澤さんお願いします」的にもうねいろんな思いを断ち切って。 お願いしたんですけども500円でした走行でしたさよならバイバイ